会のところから苗もらったんです。ああそうですか、はい、これなんかあの木、え、木を選んでからあれですよね。これホーラーが見て、これ腐食草なんですよ。ああ、ね、そのし、この木しかもうつかないっていうね。これを食べて、でももうあの苦しいのか、あちこち行ってこんな、うん、自転車にくっついて、そのまま孵化したことがあります。そうなんだ。大ゴママダラの幼虫。だから真夏になると、私ここにまた黒いベール、あのちょっと